長領。はい。雲長に金銀財宝は通じない。爵位を与えてもその志は微塵も揺るがなかった。わしは深く尊敬する。彼を終生の友としたい。まだ遠くへは行っておるまい。長領、先に行って雲長を引き止めてくれ。わしも追いかける。花向けとして長尉と路銀を直接手渡し、後々の思い出の良い別れとしたい。雲長、やけに慌ただしい出発だな。上将、事情はすでに申し上げました。主公の消息がつかめましたので、お約束通りここを離れます。何度も伺いましたが、お目にかかれなかったので、お手紙にて失礼した次第です。賜ったお品はすべてお返ししました。何度お会いしても昔の恩は忘れることはできませぬ。はあ、わしも天下の上将、自分の言葉には責任を持ちたい。道中物資が不足するだろう。これは選別だ。受け取ってくれ。これ以上のご恩は受けられません。そちらは将兵の褒美としてお分けください。ほんの気持ちだ。そちの手柄の万分の一ほどの報酬だ。わずかな働きしかできませんでした。雲長、そちは真の義士だ。わしに徳がなく引き止めることはできなかったが、せめてこの錦の弔意を受け取ってほしい。上将、心より感謝いたします。やはた、なんと無礼な、なぜお許しになるのです。雲長はただ一人、こちらは10名近い猛者ぞろい。警戒するのも当然だ。追撃はならんぞ。はあ、雲長はしまったな。
める。これは。何者だ。私は近くの村の長でございます。私の屋敷でお休みください。ああ、それはありがたい。濡れますから、どうぞ中へ。主公の二人のご婦人を送り届ける重い任務の途中です。ですからゆっくりもしておられませぬ。お許しください。おお、立派なお心がけですな。実はこの老いぼれの息子の小藩が今慶応の大主王職に仕えております。河北に向かうには慶応は通り道、よろしければ息子に手紙を渡していただけませんでしょうか。わかりました。喜んでお手伝いいたしましょう。もし、お尋ねしたい。この辺は何というところですか。もう少し行くと、東霊館という関所がありますよ。おお、助かります。